ん？どうしたよ、タケ。うちのばあちゃんが足をやっちまってよ。手伝うわけか？いや、なんか人を雇うから最初だけサポートしてやれって。で、今日も服とか持っていくんだけどよ。これ見ろよ、これ。大人の男のサイズだぜ。変なやつなら恩出してやる。かっこいいね、タケト君。一体どんなやつだ？いらっしゃい。お、大人サイズ！間の孫？間タケトだ。私はイルルだ。16歳ということにしている。ダメかよ。ばあちゃんとはどこで？ここで会って働かせてくれって言って雇ってもらった。それで何しに来たんだ？ああ、うん、服をな。エプロンと白シャツ着るやつか。よし、うん、うわい！次女か？次女なのか？ああ、そうか、恥じらいか。そうだった、エッチ。恥じらいだから服めくんな。中で着替えろ、中で。あ、そういうことか。そういう文化のお国柄なのか。生きてー。タケでいいぜ。どうした？服のボタンが止められない。そのままでいいだろう。お前スケベなんだな。は？何言ってんだお前。見てる。見てねえよ。怪しさの方向性が違う。ばあちゃんはこんな謎の人物をよく雇う気になったな。下心あるやつより意味不明すぎて怖えよ。これください。毎度。あれちょうだい。これか。さあ、これは一つずつでいいのか。ああ、いいぞ。こいつ真面目に働く気はあったのか。ばあちゃんが任せた理由はこれか。なんでこんなにおっぱい大きいの。うわ、小学生の無垢なセクハラ剛速球どうかわす。やっぱり重い。肩凝る。うん、持ってみるか。待て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 。おい、変なことすんな。うっ、大丈夫か、タケ。うわー、すまん。バイバーイ、さよなら。またね。子供がな、好きなんだ。だけど仕事じゃ遊べないから、子供が楽しそうな場所にいたいって思った。少し遊ぶか。ベーゴマの回し方とか教えてやるよ。おお、あれか。教えて教えて。持ってくる。タケ、お前気に入った。何？俺のセリフだぞ。持ってきたぞ。よく見とけ。おお。